ブランドン・ポールはアメリカ合衆国イリノイ州出身のバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。身長193センチメートル、体重91キログラム。ハイスクールで2009年のイリノイ全米チームの一員に選ばれ、イリノイ大学に進学し、4シーズンをプレーし、NBA ドラフトでは指名を得られなかったが、海外で、 プロキャリアをスタートさせ、D リーグで研鑽し、サマーリーグでの活躍によって、NBA のサンアントニオスパーズと契約を結んだ。ウォーレンタウンシップハイスクールで、チャック・ラムジーの指導を得てプレーし、AP 通信、シカゴ・トリビューン、シカゴ・サンタイムズ、ニュース・ガゼット、イリノイ・バスケットボール・コーチ協会が選んだ2009年のイリノイ全米チームの一員に選ばれた。 1>, 1年2009から10シーズンにイリノイ大学に入学し、1試合平均18.9分出場し、7.8得点、3.1リバウンドを記録した。ディフェンダーは、ジョンシュルナ2年2010から11シーズンは、全34試合でプレーし、平均22.4分のプレイ時間を記録し、重要な貢献者としてプレーした。 ゲームあたり平均9.0ポイントを獲得し、13試合でダブルダブルを達成した。1ゲームあたりチーム杯の平均1.1スティール、アシストでは、チーム2番目の平均2.1アシストを記録した2011年2月13日、パデュー大学に71から80で敗れたが、シーズン杯の23ポイントを獲得した。3年2011から12シーズンは、 フルタイムスターターの役割を果たし、2012年1月10日、全米ランキング3位のオハイオ州立大学戦で43ポイントを獲得し、上位チームをアップセットした。イリノイ大学男子バスケットボール選手が1試合で、記録した得点では3位で、スリーポイント8本成功は最高記録に並んだ。4年シニアシーズン中、36試合に出場し、 平均16.6得点を記録した。2013年3月14日、ビッグ10トーナメントでミネソタ大学との試合で勝利した。在学中、1500ポイント、500リバウンド、300アシスト、100スティールのキャリアのマイルストーンに到達し、1654ポイントは学校の歴史の中で8番目の記録を残しカレッジのキャリアを終えた。 2013年の NBA ドラフトでは、指名を得られず、2013年の NBA、サマーリーグに、ミネソタティンバーウルブズから参加した。2013年8月10日、ロシアの BC ニジニノブゴロドと契約した。12試合でプレイし、1試合平均13.8分で6.4ポイント、2.7リバウンド、0.5スティールを記録した後、2014年2月に、 ロシアを離れ、米国に戻った2014年2月27日に D リーグのカントンチャージに入団した。2014年3月14日、シーズン終了となる負傷のために解雇された2014年11月2日、カントンチャージ再加入したが2015年4月4日に、怪我のために残りのシーズンをインアクティブリストに置かれ、2日後に解雇された2015年9月14日、 スペインのクラブホベントゥーとバダローナに入団し、出場33試合のうち25試合に先発し、1試合平均13得点してチームに貢献した。シャーロット・ホーネッツ及びフィラデルフィア・セブンティ・シクサーズから 2016NBA サマーリーグに参加し、2016年7月25日にシクサーズと契約したが、プレシーズンゲーム4試合に出場した後、 10月24日に、ウェーブされた。2016年12月13日、トルコのアナドル FSSK と2016から17、シーズンの残りの期間に契約した。2017年7月、オーランドのサマーリーグに、ダラス・マーベリックスから、ラスベガスのサマーリーグには、クリーブランド・キャバリアーズから参加し、フィールドゴール成功率 47.、47.12%で、 平均15.6得点、5.3リバウンド、2.7アシスト、1.7スティールを記録した。2017年7月14日、サンアントニオスパーズと契約した。2017年10月18日、ミネソタティンバーウルブズ戦で NBA 公式戦に初出場した。続く10月26日のマヤミヒート戦で初得点を挙げ7得点を記録し、 10月30日のボストンセルティックス戦ではチーム敗となる18得点を記録し合わせて5リバウンドを記録しいずれもキャリア敗を更新した2018年7月31日にウェーブされたありがとうございます